もううまくいかねえ。ロイド頑張って。頭を使うのよロイド。ロイドの苦手なことだね。植物の起こす風には一定のリズムがあるようだ。心を落ち着かせろロイド。ああやってやるぜ。ムカつくなエルフのやつら。しょうがないわ。エルフたちにとって私たちは忌むべき存在なのだから。でも半分はエルフの血が流れてるのに。だからじゃねえのか。生地自分に近いやつだから可愛さ余って憎さ100倍。骨肉の争いなんてのはそんなもんだぜ。ルインのやつらってタフだね。ああ、あんだけボロボロにされても立ち直ろうと頑張ってる。頑張ってる人たちを見るとなんか嬉しいね。俺たちもできる限り手伝ってやろうぜ。うん、頑張ってるなルインのみんな。うん、これなら大丈夫だね。まだまだよ。失われたものを取り戻すのはそれほどたやすくないわ。取り戻すためじゃなく作り出すために頑張ってるんだ。きっと大丈夫だよ。そうだよ、大丈夫大丈夫。そうね、不安材料ばかり出しても仕方ないわね。応援しましょう。うん。いつかお母さんに会いに行くの？ええ、いつか必ず。ちょっと不思議な気分だよ。だって僕にとって姉さんは姉さんであると同時にお母さんみたいなものだったから。ごめん、怒った？うん、違うの。もう寝なさい、明日も早いんだから。うん、おやすみ姉さん。おやすみなさい。ロイド、宿題やった？宿題ってなんだっけ？パルマコスタ現象の全文を暗記することだよ。そうだった、俺苦手なんだよな暗記。お前は勉強すべてが苦手なのだろう。うるさいな。でもロイドはドワーフの誓いを全部暗記してるんだよね。すごいよ。そうかな。そうだよ。ねえ、どうやって覚えたの？子供の頃からさ、飯食う前に一個ずつ暗記したからテストされたんだ。で、言えないと飯抜きだったんだよ。そうか、ご飯の中にドワーフの近い記憶成分が入ってたんだね。え、そうなのかな。私も大工おじさんのご飯食べたらドワーフの近い全部覚えられるのかな。いや、それは違うだろう。ロイドの食に対する欲求が一時的に記憶の力を強力なものにしたわけで。そっか、大工おじさんのご飯にはエクスフィアと同じ人間の能力を高くする力があるんですね。なるほどな。なぜコレットと話していると論点がずれていくのだ。ねえゼロス、問いさんの答えは？何かなコレットちゃん。あ、俺様科学は苦手なのよ。え、でも王立学問所を首席で卒業したんだよね。まあな、数学は得意だったんだけど、それ以外がね。苦手だったの？なんだよ、そんなんでよく首席で卒業できたね。そりゃもう、俺様のハニーたちがノート取ってくれたり、テストの答え教えてくれたり、大変してくれたり。ロイド、ロイドもやっぱりヒルダ姫みたいな人が好き？え？ああ、そりゃ綺麗だもんな。そっか。でもさ、コレットの方がもっと可愛いよな。本当？本当に本当？うん、ゼロスも言ってたけど、俺たちの仲間って美人が多いよな。俺さ、村の学校に行ってた頃は恥ずかしくて言い出せなかったけど、実はリフィル先生のファンクラブってやつに入りたかったんだよな。そうなんだ。シーナもあれで結構女らしいとこあるし、プレセアも笑うと可愛いよな。ロイドって誰でもいいんだ。え、何が？もういい、ロイドもゼロスと同じってことよくわかったもん。おい、それどういう意味よコレットちゃん。そんなわけでみんなのあだ名を決めたいと思う。
なんだよいきなり。俺様はゼロスくん、プレシアちゃんはおちびちゃん、コレットちゃんが天使ちゃん、ロイドはお前、ジニアスがガキ。僕とロイドだけ適当だね。まあまあ、でリフィル様がゴージャスウルトラクールビューティー。いやよそんなの。じゃあジョー様。あのね、もう少しまともなものはないの？先生は先生だろ。あ、そうか、先生ってのもいい響きだよな。魅惑の女教師か。もう勝手にしてちょうだい。じゃあリフィル先生でね。好きになさい。先生は海が嫌いなんですか？別に嫌いじゃありません。あの、お水が怖いんですか？怖くなんてありません。あの、私思うんですけど、海の底に遺跡があると思えばきっと海も怖くないんじゃないですか？海の底に遺跡？あ、でも空気がないから息ができませんね。海の底の遺跡か。あ、袋の中に空気を溜めて、それを頭にかぶって潜ったらどうでしょうか？うん、海の底に沈んだではなく、海の底で暮らしている文明ということか。でもそうしたらお魚ばっかり食べることになるんですね。水の中でも調理する方法があるのかもしれないな。水の中で燃える火なんてあるんでしょうか？あるとすれば、それはかなり高い技術を持つ文明だな。噛み合っていないようで噛み合っている会話だな。あの二人の頭の中、一度覗いてみたいよ。昔はこのガオラキアの森も普通の森だったんだぜ。そうなの？ところがな、ある日盗賊が盗んだ財宝を森の奥に隠してんだよ。財宝か。どんな財宝なんだ？時価数十億ガルドって宝石だよ。で、そいつを狙ってくる連中を片っ端から殺していったんだよ。いや、残酷。いつしか森は血で汚れて、殺された人々の怨念が救う呪われた場所になった。マジ？またどうせからかってるんでしょ。今でも森に入ると盗賊の幽霊が旅人を殺そうとするんだ。そして盗賊に殺された人々も仲間を増やそうと。うわ、今時こんな話三歳児だって信用しねえって。さんが闘技場に出てきたのにはびっくりしたね。ああ、でもよかったな、ゼロス、セレスと分かり合えてさ。あ、うん、あ、いや、まあな。あれ、どうしちゃったの？ゼロス元気がないよ。いや、なんでもねえのよ、コレットちゃん。あら、てっきり私はセレスが私たちの後を追ってくるんじゃないかって心配しているのだと思っていたけれど。あ、そっか、セレスさんのこと心配だもんね。別にそんなじゃねえよ。クールでセクシーなこのゼロス様がどうして妹を心配しなくちゃならないのよ。セレスのことはどうでもいいのか。別に、もともとあいつは俺様と半分しか血がつながってないわけだし。あら、噂をすればセレスだわ。あのバカ、危ねえからついてくんなってあれほど言い聞かしたのに。どうだ、なんて、そんなわけないでしょ。ゼロス優しいね。リフィル様、この恨み忘れねえぞ。こんなところに呼び出してどうしたの、姉さん。わかってるでしょ、止めたって無駄だよ。引き返すなら今しかないのよ。絶対に引き返すもんか。あなたの強い気持ちはわかるけど、僕やっと本当の仲間を見つけられたんだ。姉さん以外のさ。ジーニアス、ジーニアス、眠れないの？うん、ちょっと考え事しててさ。僕たち、え、僕たちって似た者同士だよね。僕も姉様に育てられたんだ。うん、でも僕の姉様はもういない。姉様を失った時
悲しかった。でもそれ以上に許せなかった。姉様を殺した人間たちを。なんだって？君なら僕の気持ち分かってくれるよね？うん、でも。ごめん、こんなことを言うつもりじゃなかった。ちょっと夜風に当たってくれよ。ミトス、私帰ってきてよかったのかな？どうしたの急に？だってミコの試練を途中でやめちゃったんですよ。シルバラント中の人があんなに応援してくれたのに。仕方がないわ、事情が事情ですもの。でも私、心を取り戻した時嬉しかったから、シルバラントのことを忘れてはしゃいでました。この世界の人がどんなに苦しんでいるかも忘れて。ミコだって嬉しい時は喜び、悲しい時は泣くものよ。何もあなた一人で全てを背負い込むことはないの。それにね、コレット、あなたがこの世界の人を思いやる気持ちをなくさない限り、あなたは再生の巫女なんだと私は思うわ。リフィル先生、明日からもう一度始めましょう、シルバラントを、この大地を救う旅を。はい。分子を滑るものとまみえたければ、治水花粉を従えた証を示せか。どうすれば証を立てれるんだろう。精霊との戦いで手に入れたあの宝石が関係してるのかな。それだ、それだよ。ルビー、アクアマリン、ガーネット、オパールをみんなで一つずつ身につけて呼びかければいいんだ。なんでそんなことに気がつかなかったんだろう。お手柄だよジーニアス。じゃあ、あとは、はあ、マクスウェルの眠る石碑に向かうだけさ。お前の父親はどの程度ドワーフの技術を継承しているのだ？どの程度って全部じゃないのか？クルシスに吸収されなかったドワーフは自由と引き換えに様々な技術を失っていった。お前の父もそんなドワーフの生き残りだろう。そうか、だからアルテスタさんと親父じゃ知っていることが違うのか。巫女の病、大工では無理かもしれぬな。そんな、今も昔も変わらなくてね。昔変わるはずないわね。エルフにとって十数年なんて瞬きをした一瞬と同じなのだから。姉さん、ロイド、その格好。お、ジーニアス、見てくれよ、海賊って感じだろ。世界中の海は俺の海、俺の果てしないふるさとってやつさ。あー、ロイドかっこいいね。だろだろ、海賊のボスって感じだろ。よーそろーっていうかさ、むしろ三下だよな。ノームってかわいいね。そうか？だって頭のリボンがぐる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 回るんだよ。リボンだったらブレセアだってかわいいよ。私のリボンは回りません。あれブレセア、待ってよ。っていうか、ノームのあれはリボンじゃないだろう。セルシウス様、クールビューティー。あなたって相手が女性の形さえしていれば何でもいいのね。ああ、こいつは歩く猥褻物だからね。どういう意味だよ。文字通りだよ。ん？待てよ。そうか、俺様が男の色気を放っているって言いたいんだな。何が色気だい、この隙間。あ、いやそんなそんなそんな。先生、隙間ってなんだ、食えるのか。食べられないと思うけど。隙間、たくさんの女の人をもてあそぶ不誠実な男性のこと。なんだ、ゼロスのことか。そう言われると面白くねえな。